どうやってやんの、どうやってやるんですか。え こんにちはじゃないや、こんばんは。かけるくんがナウボイスでライブを始めてしまいましたね、まさかの。どうしよう。ちょっとかけると相談しまーす。なんでだ？これ一人でやんの、すごいな、やっぱ。あれ、ちょっと、どうしよう。かけるこっち来てくれ。副反応大丈夫です。治りました。熱い。こんばんは。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。かけるをこっちにんで。これ、俺が携帯いじったらどうなるんだろう。暗くなる感じですかね。なり。すいませんね。当たるだけお願いしますって言ってる。セントラルスポーツになってますね。大丈夫ですか？当たるだけでお願いします。いやー、単独はきついわ。ちょっと単独はね、きついよ。まあ大輔くん来てくれるんだったらいいですけどね。一人はきついわ。ちょっとなの珍しいですよね。ちょっと暑い。今お風呂入ってきたんですけど、めちゃくちゃ暑い。カレーパン美味しかったですね。セブンのカレーパンね、美味しい、美味しいですよ。みんな食べた方がいい。あのカレーパンね、外はカリカリ、中はカレー、最高っす。副反応ね、だいぶ、治りましたね。え、これ声聞こえてますか？聞こえてるかな？聞こえてるよね。かける終わんないの。何？やろうっていう話をしてたんですけど、どうするみたいな。インスタにする？ナウボにするって話してて、もういいや、始めちゃえと思って、インスタでもう僕が始めたんですけど、それで、そしたら、かけるはナウボイスで始めてた。同じタイミングで。あ、聞こえてるんだ。セブンのカレーパン美味しいですよね。セブンのカレーパンみんな好きなんだ。有名なのかな？僕は、あんま知らなかったけど、この前、ちょっと前に食べて、めっちゃうまいなと思ったっす。え、かけるくん見てる？代表選出ありがとうございます。え、どうやってやる？ユニバの T シャツ、よくわかりますね、これ。このマークでわかるか。これはね、いつだっけ？台湾の時っすね。暑い。台湾の時のやつです。これ。お風呂入ったら汗かいちゃうんだけど。
明日テストだけど見てます。勉強してください。勉強してくださいよ。見ないでいいですよ。特に、特に。あ、熱い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 。熱い熱い熱い。え、やばいっす。熱い。地球温暖化すごい。地球温暖化進んでますね。やっぱ。言ってましたもんね、2000年ぐらい、うん、もう、俺の周りもあの砂漠みたいになってるね。もう3000年ですもんね、今。そうね。え、中国4000年の歴史あるけど。あれ、あの、谷川かける選手はどうしたの？かける選手はアウボイスでやってる。え、別でやってんの？多分。しかもね、あの大問題あって、はい、あと充電 5% おい今充電できないんだよ。充電 5% なんだよな。え、なんか、え、 5% か。なんか気温上がってきたから、なんか顔閉まった。顔閉まった。なんか顔シュッとしてない？わかる。まあ、元からいろいろありまして充電してやってて、コメント、ああ出た、コメント読めないシステムだこれ。僕読めますよ。あ、リクエストして、俺は読めない。リクエスト来てんの？来てるんだけど、承認してますけど。え、谷川翔士くん来る？無の人。うん。頑固ちゃん。あ、すいません、始まってました。すいません。あ、いつも、寝る前にやってる修行をやってました。すいません。え、瞑想の習慣ある。ちょっと。え、プレステ4のコントローラー頭に乗せて、なんか乗せてる。だからもう、ちょっと待って。今日、そうだ。今日、左目がおかしい。どっち目だっけ？今日、目がおかしいんですよ。俺もさ、目おかしくてさ、なんか目開かなくなっちゃったんだよね。おい。ナイス。だからなんだ。あ、ツッコミのプロ、やっぱ安定感あるね、二人と話すと。いや、早数まくり。すごい、180。早く安定感あります。あー、絶対失敗しないじゃん。絶対失敗しないです。安定感あるわ。あ、なんか見れるようになった、コメントが。俺見れなくなった。え、俺ずっと見れる。見れますよ。また見れ。初めて。え、これでも最近の姉さんってこれ。やばい。わたるくん今日もかっこいいね。今日ちょっと、あ、今日かい。え、今日かっこよくね？今日ちょっとあんまり。足になんかアブっぽいのに刺されちゃって。え？なんか右足めっちゃなんか2箇所ぐらいめっちゃ腫れてんだよ。え？これ？え？何？シンフォニー。シンフォニー。シンフォニー。デデ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 デシンフォニー。あ、ダメダメダメ。なんだっけ。あ、待って待って待って。あ、ダメダメダメ。あ、ダメだダメだダメだ。あ、待って待って、そういうのがかっこいいってよ。
え、マジ？え、でもこれね、知り合いの人です。これは多分あの、スノーボードのナショナルコーチの方ですね。中見さん、スノナショ、スノナショの人か。スノナショ、スノナショの。あ、ちなみにこれはお水です。嘘つけ。ブヨと勘違いした。とにかく水だろう、大事に。え、鼻曲がってる？飲み放題してる。あ、お水来ました。どこいるんすか？今ね、あの、東京体育館。逆によく知ってる。お前、村上だ。来たー。え、やるか、やるからや、なんだっけ、できるかできないかじゃない。やるかやらないか。マイ、村上。でーん。バレてる、バレてる。やばい。何してる？指をいる。指をいいんだけど。指をだ。僕ね、僕ひらがなだったんですよ。え？見えない。僕ひらがな。え？ああ、白髪？白髪が入ってきたんです。おお、ついに？俺も一本ある。なくなっちゃいました。白髪と金髪。ここだけすごいんだよね。俺黒染めしてんだよ。松松先生、白髪あるなって思ったことあります。そうそう、ここだけなんか、なんかここの一角だけなんか白髪になってて。ここだけ、年取って。これね、多分本当は全部白なのに、黒染めしてんだよ。あ、そんなに？そう。いいじゃん。ここだけ白の方が面白い。まあなんかメッシュみたいになってんの。覚えてない。メッシュ。リオネルみたいになってんの。リオネル。リオネルメッシュ。大好き。聞こえてる？なんかこの曲。声。え、確かに何のシャンプー使ってる？シャンプー今あの東京オリンピックでもらった何だっけ、もらったやつあった、シャンプーを、え、なんか、はい、買いました。3点だった。え、何？一滴一滴使ってんの？はい。もう1年ぐらい使えてるじゃん。はい。使わないんで。いや、坊主。僕一人じゃないんですよね。野球部ですか？いっぱい。一人じゃないんですけど。すごいイベントたちがいるんですけど、今、隣に。どうも。スーパーフライです。どうも。え、何？サッカー選手？なでしこジャパン。どうも、川誉れです。川澄。どうも、川澄です。あ、NG だそうです。こちら NG。何がですか？すげすいるんだけど、今日は NG みたいなんで。
ルイ、ルイがもう、あルイ、ルイだもあいや、もうルイ。ラモス、ルイ？ラモス、ルイ。いや、北京のハーフパイプわかる？ショーン・ホワイト。ショーン・ホワイトに勝ったを平野歩夢君って知ってる？知ってます。ユニクロの、ユニクロの平野歩夢君でしょ？ああ、アバクロ、アバクロ。ユニクロ、ユニクロ。アバクロ、アバクロ、アバクロ。やばくろ、うん、の流血した。コーチと50メーターぐらいちょっと距離を保ってソーシャルディスタンスで食事してます。ソーシャルディスタンス電波悪い。ソーシャルディスタンスですか？ソーシャルディスタンス、大変。もう電池がもう終わります。え、なんかいつ今ちょっとみんな聞きたいと思うんであれなんですけど、はい、ワクチンの影響はなくなりました？僕？うん。いや、まあそんなあれだけど、明日講義だよ。かけさまも。何それ？あいつじゃん。何これ？あいつじゃん。バルトロメオ。バルトロメオじゃん。めっちゃハマってるじゃん。どうもスーパーフライです。どうも。どうもスーパーフライです。スーパーフライの歌ってるやつ。バルトロメオとスーパーフライのコラボですね。今日は。英語のコメント。バルトロメオ知らないですか？バルトロメオ知ってるよ。あのルフィ尊敬してる人でしょ。あと、なんかちょっとどうか透明じゃないですね。ああ関係なかった。耳近づけても関係なかった。イヤホンだった。超えて。ゆずいますか？ダメーもーオーバーフライです。ルイアン、バルトロメオです。いや、バルトロメオ、世界選手権のゆか金メダル取ったやつ、バルトリーニです。あれバルトリーニか。もうガス臭くないですか？ガス爆発じゃないですか。ガス大爆発。うん、ワンナップキノコだって。ああ、ワンナップキノコね。バルトリーニね。あれ完全。なんか今日かっこよくない？誰？俺二人とも。ありがとうございます。あざます。あざます。すいません。あざます。あざます。スーパーフライいるじゃんって言ってる。スーパーフライいるんだよな。誰だ。やっぱよく言う。肩書き美人よ。美人。だいぶ温まった。だいぶ。はい。ちょっとニキビ予防してます。ニキビの CM 待ってます。あの パックもした方がいいんじゃない？どうも美容男子です。美容チョコさんに預けるのがやめだったんだ。本当は
完全に預けれるみたいな。カルロスユーロ君仲いいですか。そうですよね。これ誰が誰がユッティ。やりたいスポーツはないんですか。ってこと。息子が立松先生見てユッティみたいって言ってます。おい。誰が若ちこ。だって。ちっちゃいことはあ。村上小さい、小さいこと気にすんな、小さい名言出ましたね、はい、小さいことは気にしないタイプ。村上舞さんまた名言いただきました。小さいことは気にすんなって村上舞。ディーン。そっか、もったいないね、ケンさんね。ケンさんキッズやっぱ普通に考えたらフリースタイル好きやから。これ何だっけ。バチェロレッテ2始まるの。これ、はい、これロバートのネタ。バチェロレッテ2始まります。あと子供のために結構ほらグランプリとかも持ってってカメラチェック仲間なんだよな。そうそう、全く同じことさっきやったよ、これ。お兄ちゃんボケたりするのレア。いや、お兄ちゃんが一番ボケます。レア、ミディアムです、ミディアム。いや、もう振り向いたらボケてるみたいなのしてくるんで、めっちゃいいタイミングでやってくるんですよ。ケーキか。おすすめはレアとなっております。ステーキか。半数回すげえと思ってた。そっか、困っちゃいますね。やばい3人って。画面だけ見たら、やばい3人の集まりだって。しかもいい。うん、2000円くらいで見てるとか。あ、バルトロメオいる。バルトロメオいる。バルトロメオと女子高生。ウェルダンはって聞いてるよ。ウェルダンはちょっと硬いかな。何それ。ドフラミンゴそうやってやるんだ。あやつ。すいません、あともう 1% で充電切れるんで。あとはお二人で楽しんでください。マスターハンドか。マスターハンドか。ふざけない方が好き。おたるくんふざけられないじゃん。もう対戦じゃなくて充電して何それ。スマブラのラスボス。わかんな。マスターハンドです。マスターハンド充電してって言われてるよ。充電できないよ今、ちょっと出先なんで。もう俺ふざけない。色物屋最後のシリーズ。色物屋最後して。そんな色物屋3人笑ってないです。色物屋見に来た大御所いる。いる。うわーじゃないですか。うわーじゃないんだ。お前なんだ。ニューニューだ。書いてます。いいね、カチューシャ。カチューシャでなんか髪上げるのもいいね、かける。え、髪上げてるバージョンもいいね、結構。あ、いいっすか。渡るも結構なんか頭上げた方が結構よくない。
おー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 おお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 すごい真面目なやつ。え？聞こえてる？聞こえる？俺？うん。聞こえてます。なんか、質問来てたんで、ちょっと、この質問答えていきたいと思います。はーい。かけるくんも考えて。笠松のついた後に回転力がつかないときは何を意識したらいいですか？すごい真面目な質問です。笠松のついた後に回転力がつかないときは跳馬ですよね、きっと。笠松のついた後に回転力がつかない。止まっちゃうってことですね。体を動かしてない。それもこの前のフーヤと一緒だわ。あのね、ひねりに行っちゃダメなんです。まず体を起こしてからひねる。なるほど。こんな感じです。確かに。こんな感じですよね、きっと。ついて、こうやってひねるんじゃなくて、ついて回してからひねるみたいな感じで、ね。それです。そこ。ひねりたくなっちゃうんですけどね。これ質問できるんだね。初めて知った。あ、みなみくんだ。ロベルトくんいるわ。ロベルト南。ロベルト南の。フィルミーノね。ロベルト南のくん。皆さん、リバプールのサッカー知ってますか？渡るです、かけるです、やってください、だって。渡るです。かけるです。笑顔すご。笑顔めっちゃすご。120出てんじゃん。質問した方、笠松選手頑張ってください。なんかいっぱい来てる。来ちゃった。一個読んだ。笠松が立松に聞こえたって。立松ハーフ？答えるときに画面上に出すこともできるって。すごい。どういうこと？なんか意味わかんない。これどういうこと？はい。ちょっと意味わかんないです。僕は。サッカー選手になったら何食べたいですかってどういうことですか？そうですね。あんまちょっと、どういうことだろう。サッカー選手になったら、まあサッカーボール食べたいですね。僕は。なんでだ、はい、はい、次これです。テーブルマークのご飯何回食べましたか？ご飯って、ご飯どういうことだろう。パック米のこと。あ、パック米何回食べましたか？だいぶ食ったぞ。結構もらうことあるからね。何十個か食いました。暑さ対策、暑さ対策は何かしていますか？ OS1 飲んだらいいと思います。 OS1 飲んどけば大丈夫です。僕はクーラーをつけます。うお、すごい。うーの話。うーのやつさんみたいな。サッカーボール型のおにぎりあったね。おにぎり、ああ、あったね。海苔あったよね。海苔ね。お母さんがやってくれてたな。俺らがさ、サッカー選手になりたかったあの頃な。お、うん、リオネルメッシ。リオネルメッシ。なんかできたね。ライブ動画にモデレーターを追加してくださいってことですか？
遅い。増やしてると大丈夫。モニターってなんだろう。見る人とか、わかんないっす。もう一回来ちゃったな。どうしよう。質問答える？質問答えますか？暇だし。はい。ドライブの時何聞きますか？何この Q&A って何？何これ？意味わかんない。レレラ。あ、ダメダメダメ。シンデレラボーイ。レラボーイ。あ、ダメダメ。シンデレラボーイです。シンデレラボーイ聞きます。50メートル何秒ですか？わかんないね。測りたくね。久しぶりに。どんぐらいで走れるか。確かに。多分7秒台は出るな。6って結構きついんかな。どうだろう。どんぐらい能力落ちてんのかな。上がってるか。どうすかね。だってさ、小学校の時にもう8秒ぐらいだったよね。そうだね。7はいくでしょ。7前半ぐらいかな。わかんないけど。どんくらいが普通なのかわかんない。うん。モデレーター、視聴者をここに吊るし上げるんでは。ってことか。じゃあ、誰、吊るし上げるって。多分ここに参加させるみたいな感じ。吊るし上げるか、じゃあ。みたいな。なにボって言ってんの？ボって。LINE が来てます。ボ。LINE 来てるんですか。腕相撲をしたらどっちが強いですか。じゃあやってみたいと思います。どっちも。何してんねん。ということで、同じぐらい。僕の勝ちでした。同じ今の同じぐらいだろ。ファンミーティングって何ですか？ファンミーティングって何？ファンとミーティング？ファンとミーティング。これファンミーティングです。これファンミーティングじゃないですか、結構。このデータコメントに関しては注意する役目として。なるほど。もう、心配性。あ、どうです。何それ。心配性？今、心配性。何その歌知らないんだけど。知らないの？いや、この知ってるのかな。今何が一番欲しいですか？これわかんない。なんだろう。特に欲しいものないです。ね。放送事故。どれが放送事故だった？じゃあ次行きまーす、はい。何してかき氷は何味が好き？コーラ。
うん、色的にブルーハワイ。わかるけど。今ハマってる食べ物あります？あ、てか両方から来ちゃってるから、これむずいな。何してんだ、ね、今ハマってる食べ物。今最近ね、韓国料理食べてんだよね俺。パクセロイ。最近韓国料理がちょっとパクセロイやないかい。じゃあ次いきますよ。お兄ちゃんのハマってる食べ物教えてくれないの？あ、俺か。むずい。ハマってる。お弁当。何の言い方がさ、わかりづらいわ。確かに。じゃあ、わかりました。わかりました。発表しますよ。はい。お願いします。今ハマってる食べ物、はい、します。はい。でるでん、お弁当です。なんの白目までしっかり、白目までしっかり。解散しちゃったんだよね。そうなの？そうだよ。そうなんだ。もう見れないんだよ一番面白い、一番面白いのにな。俺らのしか見れないよ、もうみんな海外遠征の時の必需品は？なんだろうな。あ、わかった。ゲーム。僕、パスポートです。でしょうね。でしょうね。体が硬くて鉄板と呼ばれてます。硬っ。あった、一番硬いからね。チカチン。一番硬い。体柔らかくなる方法。いいな。柔らかくなる方法何なんだろうね。柔軟する。毎日コツコツなんじゃないの？そうですよね。ちょっとずつストレッチとかしていくしかないのかなと思いますよね。努力するしかないのかなという感じしますね。犬派ですか猫派ですか？犬。僕も猫はちょっとねアレルギーなんで。もう僕ももうあのなんか痒くなるね、考える余地もないよね。猫はあの体が受け付けてくれないんですよね。だからどうしても犬派になってしまいます。めっちゃ犬が好きなわけでもないしね、多分わけではないんですよね。どっちかっていうと苦手。確かに。何してんのこれ。誰？兄弟が演技してるときってどんな気持ちで見てますか？めっちゃ緊張しますよ。この前とか特に、代表決まる決まらないとかのときとか特にめちゃくちゃ緊張します。自分のよりも。確かに見てる方が緊張する感じはありますね。はい。ベジータさん。ベジータなんそれ。ベジータさんはもっと M だよね。うん。M。ベジータの M だよね。どこに入ってんですか？どこにその。どこに入ってんの？ハンドスプリング、K
教員採用試験の実技でハンドスプリングがあるんだけど、どうしたらいいですかって。どうしたそれも練習。はい。ハンドスプリング。ハンドスプリングの練習は、ハンドスプリングってさ、なんかさ、起きようとしてさ、頭こうやって起こしちゃう人多いじゃん。先にね。わかる。あれ、手見とくんだよね、ずっと、ね。ここ見て。手ついてる。足ついてるとき、まだ顎、後ろ向いててもいいぐらいだよね。そうするとさ、こういう状態が作れるじゃん。こうなっちゃう。立てない。こうなっちゃう。なるほど。こうなんですよ。早くこう起こしたい起こしたいで早くこうやってやっちゃうとダメってことですね。で最後までこう上っていうかまあ手見とくぐらいのイメージということで ありがとうございます。次行きたいと思います。ちょっとベジータに寄せたんですけどどうですか。微妙ですね。そんなここ出っ張ってないんだよね。ここが。もうちょっと。あの、M 字、まあ、M 字ハゲみたいな感じだもんな。M 字ハゲみたいな。お兄ちゃんいつか結婚する。まあ、いつかするのかね。いつかしたいですけどね。いつか。まあ、いつか。いつかなんか質問来てますよね。ブラニクハーフと屈伸ドラッグどっちが難しいですか。難しいな。その質問が結構この質問が難しいわ。まあでもこのなんか名前の響き的に屈伸ドラグレスクの方が難しそうですけどね。確かに。屈伸のドラグレスクですよ。ブラニクハーフってなんか半分だけひねればいいみたいになっちゃうから。ブラニクハーフ。屈伸ドラグレスクだから。むずいっすよ。両方むずいと思うけど、まあ、まあ、同じぐらいじゃないですか、多分。同じだよ。同じぐらいかなと思いますけどね。同じなんだよ。三輪哲くんと田中理恵さん来たぞ。お、入ってくれるんじゃない？入ってくれるかな？入ってきてください。今であったら。M、どっちですか？ S と M どっちですか？僕 M です。僕 L。僕 M です。僕 L です。M 字ハゲやないか、それ。でかい、でかいっすね。サイズでかめ。L、L ですね、完全に。サイズでかいっすね。はい。意外と。はい。なんか、一番お得感あるじゃないですか。マック？マックのポテトの話？ポテトの話。違う。入ってきた。入ってきた。普通に入ってきた。普通に入ってきたな。一番普通に入ってきたじゃん。めっちゃ普通に入ってきた。田中。戻るとごめんなさい。マジでチョコ食っちゃって。また。え？昨日の。食った側が引きずってることある。チョコ減ってたのかな、わかんない、ね、減ってたかも。確かに言われてみたら夜するなら食う、ね、食っちゃったことが申し訳なすぎて。日高に、あー、リエさん私今寝かしつけだって眠くなった。かけるが寝てる。かけるの寝かしつけしてたのか。危な、よく気づいたね。すみません、寝かしつけの最中に鼻水出たわ今。ありがとうございます。いつもかける寝かしつけていただいて助かってます。寝とるやないか。まあ今
今練習終わりました。なんでみんな遅っ。そうです、帰ってきたってことか。いや、質問してる。質問読む？読みましょう。あ、これ僕も読めますよ。え、そっちも読めんの？あ、そう。体操選手として日焼けで気をつけてることありますか？え、ちょっとある。これあの T シャツとかだとここでこうなって、でも体操のユニフォームここだからここで境目できちゃうとダサいから、あのあんまりどっちかってこう、俺もこうやって帰る、こうしたい、できればこうやって帰ってるね。そういうそれ聞いてます。てかあんまりたくない、こうやってやってでこうやってやって帰ってるうん、こうやって帰ってるかな、基本は。フォールガイズ。フォールガイズ。ちょっと兄弟の声似てますね。ですって。ありがとうございます。確かに、お前ら、似てるよ。似てる似てる。ありがとうございます。私はマジで似てるって言われるんですよ。試合会場とかで。普通になんかシルエットというか。はい。あ、シルエットが？あ、でもそれがお母さんも最悪だなって言ってるんですけど、いつも。で、うちのお母さんも言ってた、言ってた。おい。めっちゃ普通じゃん、開始。開始普通じゃんって。何これ。ちょっとお風呂入りま、入れてきます。これ何時までいきますか、はい、?2 時です。2時？ 2 時終わる。2時には終わろう。体操よりストイックじゃないですか。え？確かに。あ、間違えた間違えた、このさっきのやつ間違えた。上からやってった方がいいのか分かんないけど。順天堂って受験大変ですか？順天堂の受験は面接だけですよ。あのあれはどう？俺らはそうそう、あの一般入試じゃないからね、俺ら。AO ってこれ なんだろう、選抜みたいな。一般難しいですよね。面接はめっちゃ緊張しましたけどね、僕。そう。まあ。順天堂に高校生時代に一度行かせてもらった時にすごい言って、って言おうとしたんですよ。刺激を受けてそこで順天堂に行きたいって思いました言おうと したんですけど、緊張しすぎて面接官に向かって順天堂大学にこの間行った時に、その高校生の時に行った時にめっちゃ刺激を受けてって、めっちゃってまず言っちゃってめっちゃって言っちゃって、そのめっちゃって言っちゃったことに対してやばいってパニックって、マジで感動してって言っちゃったんですよ。やべ、めっちゃってだでめっちゃとか言っちゃったと思ってパニックって、で、やばい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 って言ってた言葉が、それでマジで感動して言っちゃったんですよ。それでも合格した。てっぺい聞こえないって、放送禁止用語喋ってるんですか。
ピーみたいになって、電波悪いっすか。おい、よかんな、俺めっちゃ聞こえる。じゃあ大丈夫っすね。俺も、うん、熱い、ちょっと、ちょっと、電波悪いって言ってる人いるんですけど、潤滞量電波悪いよね。潤滞量だからか。電波悪いときは悪いし、悪くないときは悪くないって。いざな、それ。あ。はい。保育士です。年長児が開脚跳びをできるようになるにはどんな練習が必要ですか？飛び。飛びの分かんないね。あるって。あとさんって言ってくれました。ありがとうございます。ね。なんでだろう。あとさんは多分、上の聞きたくないから、あれじゃないかな。ミュートにしてるっての。絶対ミュートしてるんじゃない。全部聞こえないでしょ。じゃあ、全部聞こえない。上から読んでいっちゃうと過去の質問永遠に読まれないって言われちゃう。じゃあそうやって言ってる。バレたって言ってる。マジか。この4年間でいい関係性を築けてきたなと思ってたのにな。ここに来て、ここに来て、ここに来て死んできた。全然違う。そこにずれ。お、なんか大輔くんか。来てる。かけるくんはこの間のあんばの前は何を考えたんすか。なんだろうね。でももうとにかく通そうとしか考え、とにかくもうあんばの直前はもうやることを考えてたかな。プロフェッショナル。あとは、今日の夜ご飯何食べようかなっていうの。あんばんこ、あんばん。どうせ焼肉だろ、その日は。僕の N 杯の時のあんばは、やってる時に、はい、やちょうど芝戸ぐらいの時に土井良介が着地ビターン止めたじゃないですか。はい、あの N 杯の時、あの時にもう歓声がうわーなって、はい、めちゃくちゃ湧いてたじゃないですか、あれ。だから、うわ、なんか誰か成功した、誰だろう、芝でやった時ですよ。誰か成功した時、セントラルであってほしいな、でも順大かもな、あの歓声、大輝かな。いや、でもこの時間帯って言ったら、最終演技者じゃないから、大輝じゃないか、じゃあ誰だろう、土井良介か。あ、でも、うん、結構歓声いっぱいあるってことは、ちょっと日体の可能性あるな、選手をいっぱい応援来てたし。でもうるさいから集中しないと、俺、折り上がんないぞ。いや、俺、折り得意だったわ。だから大丈夫。で、折り。もう演技終わってた。って考えながら演技してたっす。考えすぎだ。演技終わってるって。フル回転だ、ま、フル回転間に合わないでしょ。渡辺カレーパン美味しかったですよ。え、なんでみんななんか僕の声がうざいうざい言ってくるんですけど、なんですか。悪くないはず。悪いんで電波3つ立ってますもん。あの、じゃダメなんじゃない。今日は出たか皆さん。
あ、帰った。帰ったかな。なんて言いました皆さん、皆さん練習でしたか今日は。練習しましたちゃんと。みんな帰ったか。うん。喋れなくなっちゃった。ミッフィーいるな。ミッフィーいる。ミッフィーいるぞ。ミッフィーいる。なんで鉄平の声、俺めっちゃ普通に聞こえるんだけど。逆に。え、聞こえる？かける、聞こえんの？かけるは。聞こえますよ。ねえ、なんでだろうね。で、したんですか、今日。そんな悪い。でも俺もなんか、画質悪いって言われる。ガス悪いのかな、ガス悪いよ俺。うん、それでなんとか助かってる。悪くて、あの誰が顔が顔見たくない画質悪くてなんとか持ちこたえてるって感じかな。じゃあお風呂まもなくお風呂が沸きますで、今日練習したのか結局。なんでこれそんな答えたくないと、はい、練習しました。はい、はい、お互い似てるなって。これもうめっちゃ前のやつだよね多分。てっぺきてない時のやつだきっとね。似てるとこですか。そうなの。え、質問ってこと。分かった。うん、お前が弾いてたんかい、その音楽。スーパーフライです。てか、お風呂入っていいですか。そうですね。そうそう。10時ですし。無理って言った。ちょっときつい。10時ですし。てっぺいは無理って。てっぺいは無理で、お兄ちゃんはいいって言ってんだ。ちょっときついっす。どういうこと。逆だろ。てっぺいちょっと厳しいです。ダメって言ってんの。うん。質問ちょっといっぱい読み切れなかったです。すいません、ごめんなさい。前風さんのピアノ、すいません。誰だっけ。中町彩です。バルトロメオだ。てっぺい全然笑ってないわ。ロマネが最後の人あーって色もなす。いやー、じゃあそろそろね、終わりますか。はい、お風呂入んないみたいですし、まああとはてっぺいくんがこの後あの居残りライブしてくれるみたい。しません。そちらでいいのかなと。イケメンですよ、久しぶりの。久々のお風呂入んなきゃいけないんで、今日決めたんですよ。
夏とか。皆さん、熱中症にはお気をつけてください。熱中症？熱中症にお気をつけください。はい。しっかり水分補給、栄養補給、休養、睡眠。どうやって終わればいいの？普通に。普通に終わっちゃダメです。じゃあ、じゃあアーカイブは絶対残さないんで、絶対に残さないでください。絶対にアーカイブ残さないようにするんで、はい、お願いします。皆さん、あの概要欄に貼っとくんで適当に。はい、お願いします。あと、フォローよろしくお願いします。宮川兄弟はもうフォロワー多いのでフォローしなくていいので、宮川哲平のフォローよろしくお願いします。自分だけ言ってもらおうとしてる。はい、もう谷川兄弟はもう十分なので、宮川哲平のフォローよろしくお願いします。宮川哲平くんのことフォローしてあげて、今後、はい、今後大活躍が期待される人です。はい、解除しておきます。はい、僕も解除しておきます。僕も皆さん、フォローかブロックしてください。お願いします。はい。頑張って どっち。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。失礼します。ちょっとすいません。めっちゃ根に持って無理無理。